リライブシャツって俺昔動画になったよな、あれ機能シャツって言ってすごいよな、あれマジでもう本当100万以上かけてやっとんじゃない、まあまあこだわって作っとるんだけど、お金どうしますかみたいな、どうしよう、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや今日はね、まあ、ちょっと緊急で動画撮っとるんですけど、本当に緊急です。ちょっと後ろ姿がいいの、ちょっと写真ね、こういう状態ですよ。可愛らしい女性の後ろ姿、ちょっと向こうにおったんだけど、ちょっとまあこっちが経理、こっちローンで今事務担当でやってきたけど、あのねちょっと真剣な話がさ、あのリライブシャツって俺昔動画になったよな、あれしてないっけ、したよね何回か、あのそうそう機能シャツって言って、あの要は何特殊な、なんか金属じゃないけど、なんか特殊な加工がされとんだな、あれ金属の方がやばい、なんか何だろう、なんか鉱物かなんかちょっとよ、でも鉱物なんか、ほんでああいうピップエレキバンみたいなやつなんですかって、いや全然違う、あれ磁気じゃん、磁気とかじゃないんだって、お前来たよなあれ、来てない、あれ誰が来たんだっけ、なんかジムとかテストしたよね、本当に変わるんだよな、すごいよなあれマジで、で俺はもうそれに惚れて、もうほんで1年ぐらい1年以上やっとるよ、やってるよね、2年ぐらいやって、結局それ自体のデザインももうずっとやって、もうほんと100万以上かけてやっとるんじゃない、その現場仕事に特化したデザインをやっとるって、ずっとっ現場も見に来てる、で現場にその人たちと一緒に行ってる、動画の感動は、あそのリライブシャツの担当者の人と、でまあそういうことをやり始めて、あと結局そのまあどういうふうに職人の体を考えてどういう職人が動きするかっていうのを研究して作らなかったじゃん、でそれプラスそのボディっていうのを服をね選定でまあまあこだわって作っとるんだけど、で今回この半分着信になるんですけど、まあ、今日ジムから言われたのが、お金どうするんですかみたいな話をってまあまあ金額だから、確かに足場半赤字で、そうそうね、今年何って言ったら足場材が7、8000万がいっとるんだよね、で結構夏になるとカツカツなんだね通帳は、そうですね、ね、で結局、まあ、松にグラッと支払いが来て、俺は民間だからどちらかというと松にグラッとお金が入ってきてグラッと払うって感じじゃないじゃん、民間だからコツコツ入ってくるよね、どっちかというと月末までだと予想ができんのよ、うん、普通の会社は違うじゃん、月末にもう請求書書いてるから来月こんなに入ってくるって分かっとるわけじゃん、俺は民間だから請求書を起こしたらもう1週間だから入ってくるでしょ、うん、基本的には、はい、で前金とかもあるし、でまあ余命の中でこれを振り込むと、金なくなるとどうするんですかと、倒産しますよと、倒産しますよと確かにね、まあ、そ定期とかいろいろあるんだけど、だって今回本気で定期を崩すんだけど、ジムからしたらさ、いつ何やっとんだじゃん仕事のシーンと YouTube 今日も朝からずっと見て、ショートムービー見て、ブレイキングダウン見とったらなんか集中しちゃうからさ、俺勉強のために見とったんだけど、だんだん自分が面白いやつ見ちゃうじゃん、ちょっとおっぱいのネタとかさ、女の子のネタとかさ、それはもう自分に自分が好きなやつをやっぱ見ちゃうじゃん、で、まあ、今回ちゃんと話はしたいなと思って、あんま知らんもんね、こういう話って聞いたことないから、そうですね、何をやってるのかもよく分からんし、何のそのシャツって知ってるでしょ、それ見たことある動画とかな、いやなんかそのここでみんながお試しで着てみて、その時おったまだ働いてた、あいました、いたんですけど、うんうん、私は着てなくて、うんうん、みんなが着てすごいすごいって言ってるのは聞いてたんで、あ着てない、まだ服が着てないんだ、誰が着たんだ昔の、あ、ま、前のね、リリーちゃんとかもう着てた、ジムでおった、あれ何年前、もう1年半ぐらいやったんちゃう、これ多分相当やっとるよね、もう1年半ぐらいかけて、まあ、開発費とかにかけたら結構金がかかっとるんだけど、そのそのボディ服に開発費がかかってないわ、別に服はいろんなことやって、でしかもなんか十何種類の特殊なプリントするの知ってる、なんか消臭とか爽快とか、 なんか断熱とかいろいろあるじゃん、ああいうのをなんかそれまあ、まあ、ほんとそれは動画にするけど、そのもう本当にこだわって作って、リライブシャツっていうのはどっちかというとなんかそのちょっとチャチンだわ、いや俺はもう本当に販売しても普通にいいから取れるんちゃうっていうやつで、まあ作ってこうやって、まあ、その支払いにね、まあ運転もあったもんねちょっとお怒りですはみたいな感じ、ぶっちゃけどういう気持ち、母とは思わないです、母とは何、大丈夫そうです、どうしようどうしようと定期崩すしかないじゃんみたいな、そうですね、うん、
で、まあ、今回ティーキー本当に崩して回すんだけど、結構足技があったことできつかったもんね。俺もちょっといいやいいや買い替えみたいな感じだったけど、また足技が重なったので、ね、予想よりだいぶ数字悪かったもんね。子供重なったのかなっていうのがあるけど、しますよね。そうね、これ動画撮って何の話なのって視聴者も思うかもしれんけど、まあそんなに思いは強い。その、ね、本当にこれ絶対成功するんちゃうかっていうよりは、なんか職人さんにやっぱそれ来てもらうわけじゃん、うん、なのになんかさ、塗り替えるよこいつら儲け主義やみたいな、うん、なんか変なさチャチいやつ作ってさ、でまあまあいいね、もう決まっとるから、その値段が決まっとるっていうのは、そのリライブの方が値段もこれ以上安く売らないでくださいと、うん、もうそのリライブ加工で、あそうそう、そこからまたリライブ加工の金もかかるもんね、 その話をしとったんだよね、うん、で今度それはちょっと説明したのは、まあ、まず6000枚だったかな、バーッと作って、で加工も6000枚やると思う、膨大な金になっちゃうので、1000枚ずつぐらい加工チームが入れて、そこからまあ搬送だとか袋に入れて帰らなかんとか、そういうのはすごいお金かかっちゃうけど、その1000枚ずつぐらい加工して、また売れたらまた加工、売れたら加工って、一応だって僕もお金のこと考えてるんですよ、一応ちょっと俺のこと考えてるんですよ、一応まあでもまあ一番心配だよね、毎日通帳の入った入ってないを見る係だよね。だからお前ボーナスあれ忘れたって言って会社の考え止めてくれたからね、まさか。あ、そうです、そうです、ちょっとあります、嘘つけな、お前求めた方がいいんじゃないの、やばいなっていう時期だったんで、まあ、だからなんか今回はないのかなと思って新人だけ払ってたらおかしいだろ、古いの逆だろ、普通古い一生懸命やってきてるのに一人いっぱい払うの、すごい言い訳だよ、すごい言い訳本当に言ってましたね。あの当時は本当に。まあ、水準厳しいし、まあ、コロナ禍で一番厳しかったもんね。まあ、確かにそうだよね。まあ、だけど。新人まあ、だね、俺もでもこれ本当に思ったのは、ここ1年半ぐらいずっと言っとったじゃん。いやこんなに大変なのかと思ったね。いや、それは儲けもらわんとやれんわと思ったけど、俺も、まあ、ある程度利益率はあるけど、だってこれで売れんリスクもあるじゃん。ちょっとちびってるよね。じゃあ俺もでもまた今年良くないっていうよりも足技ガンって入れたじゃん、銭を。キャッシュ的になんかね、もう定期崩しとかも嫌じゃん。そうですね。ね、うん、それはそれで何かあった時の危険な時のためのお金と思ってね、うん、定期とかいうね、いろいろあるじゃん。これで一個もなかったらマジで終わるんでね。無理なしだよ、これ。無理だよ。もう、昼飯食いたらマリパンだって言うかもしれない。一緒に行かんかもしれない。お前なんか、金払ってもらうから付き合ってあげたってるんで、そういう言い方はよく言ってんじゃん、お前。で、なんか。マリパンって別に俺の分払うって言ってんじゃねえの、飯を持って出るんじゃないの、全然いいですけど、だったら会社で食べるわってなってるかもしれない。ってなって、なんか。移動の合間だもんね、外で食べるしかねえで食う。そうだけど、なんか、無駄にいいものとか食べに行こうとするじゃないですか。そんなことないね、喫茶店とかじゃん。そうだけど、まあ、それだったら全然いいんですけど、まあ、会社員からしたら大変だよな、喫茶店。そうですね、社長たち500円、まあ、コーヒー飲んだら700円、800円もらっちゃうか、まあ、1日1000円って考えたら嫌だもんね。まあでかいわな、毎日1日1000円で30日でしょ。まあそうだよね、ちょっとそういう気持ちの人たちが社長がポン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 何千万も使ってくるもんねそれ頭がおかしくなってくるよね、見てる、ま、丸の数が、感覚が狂ってきます、うん、そうだよね、そうだよね、講師が1000万2000万の講師も結構あるからね、全然やっぱ違う。あ、本当。狂ってくる。なんか狂ってきます。あ、経理やっておると、もう毎日何百万って金が動くもんね。自分に置き換えたらマジありえんよな。確かに。確かにそうだよね。そんなポンポン100万のもの買いますってできないですよね。そうだよね。まあでもね、うん、まあそれなりに思いはありますよ。ちょうどまあ昼時ではあれだけど、ちょっと昼飯食い終わってぐらいだね。でもそこに乗ったじゃん。今日はまあ午前中にその話をなって、うん、そうか、確かにできます、そうだよねって、うん、なんかさ、A氏が、A氏が、うん、ちょっと気まずそうに、下手なつ、これ、振り込むんですかみたいな、どうしますかみたいな、なんか気まずそうに来るわけ、社長、ちょっといいですか、お時間、みたいな、あー、リライブのやつね、みたいな、うん、まあ、振り込むか、社長、これあるって言って。月末ちょっとわかんないですけど、まあどんなにたまってくるのかわかんないですけど、
いいっちゃいいかもしれないし、みたいな。支払いはあるでしょ。もう支払いは見えてるもんね。月末請求来てるから、全部ね、何千万っていう支払いがありの。それプラスね。そうそう、まだ溜まってきてないわけでしょ。まあ、何日でも中旬も後半だし。もう中旬後半だし、まあ、ここから3分の2は過ぎてるもんね。あと10日でどれだけお金が入ってくるので、いう予測もあるだろうし、経費としてもね。もうじゃあ適宜こうしようかみたいな適宜ちゃうかとりあえず会話しようかみたいな会話しとったんだけど、まあちょっとさっき俺も一人で、ね、しかも YouTube 見とるわけじゃん、ずっとやっぱ心配にさせとるわけじゃん、うん、だって俺のローム態度もそうだよな、うん、すぐお前クビとか言って、うん、いや首しようとか言ってタラーとか言ってそこら中でやめさせちゃったから、まあ、とりあえず使おうかとか言って俺でもうローム大変だろうそれ手続きそのために、はい、まあ、詳しくはまたね、リライブのことはまあちょっとあれですけど、また本当1月販売で今動いとって、はい、まあ、ここからからがぐわっと出てくると思いますので、予想では計算上はまあなんとかなのかなと思ってるけど、まあ、あんまり計算してないかもうやりたいのが強いし、まあ、1年半前から動いてたよね、潤沢な資金があっての時とちょっと違うよね、まあ、いいものを作った自信があるから、その辺はまた細かく動画になってくるかなと思うし、まあ、本当に原価は、ね、めちゃくちゃ高くしてるんで、原価っていうかもう本当にこだわって作ってる、そのボディ服もめちゃくちゃいい、でそのリライブの加工の方も相当現場で研究して、まあ、塗装職人か回し場とかそういう現場仕事に特化したその加工だよな、本当に力とかがみなぎってくるな、みなぎるっていうか、まあ、それはあんま言っちゃうらしいんだけど、本当に違うだろ、あれマジビビるよな、なんかわかんないですけど、ビビるよな、あれそれもちょっとまた動画にするで、またね、これどれぐらい効果があるとか、これがイベントの会社もなくなっちゃうで、また気まずって出てそうそう出てくことが多いかもしれない、 YouTube は週 20回配信ぐらいになって寝ずにほら動画撮ってくるしかだけなんです、そうすれば、まあ、知れたらもわかんないの YouTube 収益だから、まあそんな感じです、はい、じゃあ視聴者の皆さん、ちょっとまたなんか案件臭い動画であれですけどまあやけど、まあちょっとまた本当にね真剣にやって、また今度俺もそのイライブ時代が仙台で、とあの服作っとる会社は東京で、その特殊プリントのプリントっていうのはその、あのリライブじゃないその十何個の機能がつくっていう会社にもまた来月かな訪問口まで取って、まあ、いろいろ、うん、それ見て、まあ、いろいろ、ね、やってくるんだけど、うん、まあ、それもまた動画になってくると思いますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。せーの、またです。後ろ姿のテーブルのめっちゃおもろい。